バスケトークラジオ。はい、皆さんおはこんばんちは。第626回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは大長とモン吉です。おはようございます。おはようございます。本日11月2日は木曜日11時ジャストでございます。はい、はい、午前中最近多いよね。そうですね、うん、そこじゃないとなかなか予定が合わないとかいろいろあるんですけどですね、こちらの事情で申し訳ないんですが、はい、元気なお二人でお送りしますのでよろしくお願いします。さて、今日はモン吉君何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日は大学女子関東、いいねいいね、関東女子学生バスケリーグ戦がちょうど終わって、今週末に入れ替え戦があるみたいなんですけど、ほう、うん、とりあえずはそのリーグ戦の結果ですよね、はい、そこを一通りご紹介したいと思います。女子関女って言われてますけどね、関東女子で、はい、それでですね、まあ関東の女子っていうとどの辺のイメージですかね、強いところ。白鸚、はい、筑波、はい、東京医療保険、はい、な感じでしょうか。そうですよね、はい、はい、で去年インカレなんかはあの東京医療保険が優勝しまして、ええ、うん、で今年、うん、まずトーナメントが春にあったんですけど、うん、トーナメントでは白鸚が優勝、うん、でも白鸚10年ぶり2回目っていうことで、それまでは東京医療保険が結構ね勝てたりして、2位が東京医療保険、3位が筑波、4位が山梨学院、5位に日体大、6位拓殖、7位立教、8位早稲田、うんうん、7位の立教だけ2部なんです、2部 A っていう。ほう、関東の女子ってあれなんですよ、1部、2部 A、うん、でその下に2部 B なんですよ。 AB ブロック分かれてるんですけど、2部の B っていちいち作る理由は私は分かんないですけど、実質3部ですよね。だから2部 A でその下に今度2部 B、 だ2部 A と2部 B の入れ替え線とか、入れ替えとかもあるんですけどね。なぜ でその下に3部があって4部があるっていう感じなんですよね。で、はい、まあその中で唯一トーナメント戦では立教が、7位に入ったなっていう感じでしたけど、はい、でその後新人戦ね、1年生だけですけど、夏前に、ありまして、その結果は、優勝が東京医療保険で、2位が白鸚、で同じく3位が筑波、で4位山岳で、5位にまた2部の立教、で6位に桐蔭横浜、桐蔭横浜は去年1部だったんですけど、2部に落っこっちゃった、2部 A ですね。で7位に松蔭大学、8位に専修、松蔭大学ってあれですね、有名どころで言うとこの前ちょっと引退しちゃいましたけど、元富士通の篠崎美桜選手なの、はい、松蔭大学、松蔭大学なの、あの神奈川県にある大学なんで厚木の方に、だから神奈川の結構富岡というか金沢総合だった選手とかが結構行きやすい場所にもあって、なるほどなるほど、はい、なんて大学でもあるんですけれども、まあ新人戦まではそんな感じ、でリーグ戦なんですけど、はい、一部が8チームあるんですね、うんうん、で2周する感じかなで白鸚、東京医療保険、拓殖、筑波、それから早稲田、日体大、専修大で、山梨学院大っていう、チームとしてはそんな感じですね。なるほど、はい、ちょっとだけ続けてて、あの3秒離れますけど、はい、ちょっと続けててね、はいはい、それでですね、1周目が終わった段階で、白鸚と東京医療保険が並んでたのかな、ただそのいっぱいっていうのがどんな感じだったかっていうと、両方ともいっぱいだったんですけど、東京医療保険と白鸚大が一周を終えた時点で、で東京医療保険のいっぱいっていうのが筑波に負けていっぱいだったんですよ、筑波すごいじゃんっていう、確かに85対78で、で白鸚のいっぱいっていうのは、1巡目の最後に東京医療保険と対戦して、87対81で
東京医療保険が勝ったことによりいっぱいで並んでるんですけど、うん、直接対決では、東京医療保険内閣が勝ってるっていうことで、うん、1巡目終わったところでは9月の終わりでは、うん、東京医療保険が実質首位っていう、うん、で白鸚が2位で同じく1敗みたいな感じだったんです、はい、で2巡目を終えたところで、うん、両チーム1敗で並んで、うん、で最終節で直接対決という、なるほど、そんな感じになりました、うん、今ねポン吉教えてほしいんだけど、はい、星取り表見てんだけど、はい、まあ二巡するから、まあ、星が2つ一枠に2つあるわけで、その星の下に番号書いてるよね。このこれは得点なのかな。例えば左の上の方を見ると白鸚東京医療保険1勝1敗黒星と白星がついてる。あれどの表見てますか。あちょっと違う表見てるか。あ同じ表見てると思ってた。ごめんごめんごめん。感情の表、感情の中に入ってるやつじゃなくてですか。うん、感情の中のウェブサイトの中に入ってる、リーグ戦の一部星取り表っていうのを今参照してるんですけど、一部星取り表ってどこにあるの。私一部の結果だけ見てんだよ。あれなんだよ。ね、トップページのニュース2つ目ですね。あ、ニュースか。あ、そこですか。うん、あ、ここじゃないわけね。あー、なるほど。ここに結果あるね。もう全部終わっちゃってるんで。リーグ戦の。ごめんなさいね。ちょっといらんこと言って。あー、わかりました。ありがとうございます。ふんふん、これね。白鸚を、わかりました。ああこれか。うん。あうんうん。なんだこの番号みたいになっちゃってて。スコアなの。それっていつのなんだろう。あ今年のやつだ、ね。あ今年の 何日の分なんだろう。81、87になってんな。ああそれ1周目終わったところですかね。星取り表について。ああ、うん、これか。81、87。一部星取り表は、はい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 。あこれが得点ですよ。得点なんだけど上はほら黒星白星ってなってるよね、はい、1巡目2巡目、うん、あだからその白鸚、例えば白鸚と医療保険のところは、うん、1試合目が白鸚が81点で東京医療保険は1試合目87点取ってっていう感じです。で逆に白鸚と東京医療保険2試合目は白鸚が87点取って東京医療保険の右の方の黒になってる68で87対68で白鸚が勝ったっていうこと。見づらいんですよ。見づらいな。一回やったときは81点取ってこれは白鸚、左側に並んでる大学の名前あるやんか。はい、左がその白鸚の勝敗を見る方側です。そうやね。でスコアが白鸚が取ったスコアが81と87。違います。あそうです。81で2周目やったときは87点取ってこっちは勝ったって意味ですね。そうやね。ほんで1試合目のスコアがまた81対87なんじゃないの、はい、だから混乱してんじゃないの。87で並んでますからね。ただ東京医療保険は2試合目は68点しか取れなくて負けたってことですね。2試合目は左側に載ってる数字が両方とも1試合目のスコアなんですよ。白鸚だと87、68。だ東京医療保険は2試合目やったときは68点取ってそれで負けたって意味ですね。だ2試合目はそれぞれのチームの右側を見るって感じです。分かった分かった。あのねこういう現象が起きてて、ごめんねちょっと余談になっちゃうけど、現象 はい、白鸚対東京医療保険1試合目のスコアが81対87なんだよね。はい。で、この星取り表を見ると、うん、白鸚のスコアが1試合目負けたとき81対87なんだよ、これまた。はい。わかる？うん。白鸚は81点取って負けました。87点取って勝ちましたやんか。はい。でも実際のスコアも、1試合目のスコアが81対87になってんねん。わかるかな？これ一緒に、同じ数字になってんねん。だから混乱すんねん。ああ、はい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 。ね。わかる？わかりますね。うん、だからちょっとってなってんけど、今見たら、うん、両方とも81対87になってるわ。うん、うん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 。そうですね。うん、だから
なんていうか東京医療保険がつくばに負けなければ、うんうん、本当にこれ両チームの得失点差だけでの1位に決定みたいな感じだったと思うんですよね、うん、お互い1勝1敗なんで、うん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 、だけど医療保険が1回つくばに負けちゃってるんで、うん、トータルの勝敗数で、うん、まあ、白鵬が上回って白鵬、しかも直接対決でも負けた時は6点差、うん、勝った時は、うん、19点差で勝ってる2試合目で、だから白鵬がもう実質完全にもう上回ったっていう感じで、うんうんうん、ただ去年もリーグ戦はあの白鵬が実は勝ってるんですよ、うん、インカレで東京リ保険がまた今度逆に、勝ったりはしましたけどもね、だから2年連続で白鵬は、リーグ戦関東女子の方で優勝したという感じですね、うん、素晴らしい、うん、1位白鵬、2位東京医療保険、3位に拓殖、うん、4位筑波、うん、5位に早稲田、6位に日体大、7番選手、うん、で8位が山梨学院、うんうん、はい、筑波には江村選手はいるの？もう出たの？江村選手、あ、早稲田ですか？ああ、早稲田か、早稲田、早稲田、なんかね江村選手ね途中でね、うん、リーグ戦の途中に 3x3 かなんかに、ね、アンダー23かなんか出ちゃってて抜けてる時あります。そうなんだ、だからこれ抜けてなければもしかしたら、うん、ランキングに入ってたかもしれないですけ ど、 なるほど、個人成績でスコアを見た時に、うん、はい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 、江村選手4位なんですよ、うん、1位が山梨学院の藤沢選手で388点、うん、で江村選手が4位で278点ですよ、だから100点一応違い、うん、110点開いてるんですね、うん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 、だから 3,4 試合ぐらい抜けて110点、まあ毎試合30点取り逆転ですけど、うん、どうでしょうね、なるほど、まあ、110点ぐらい差をつけちゃうと普通に考えたらまあ逆転無理だろうなって 3,4 試合抜けたぐらいじゃんっていう、うん、印象すけどね。なるほど。でもそこ江村抜けてたとかもさすがモン吉やねん。すごいな。いや、1位になってないから変だなと思って見てたら、あのメンバーに入ってない試合が何試合かあったんですよ。うん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 、でそういえば 3x3 行ってたなと思って。素晴らしいよその回答。ありがとうございます。いえいえいえ、聞いてよかった。うん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 。そうですね。なるほど。まあ山梨学院はまあ。うん、一応最下位になっちゃってるっていうこともあって、多分選手層も上のチームに比べるとっていうのがあると思うんですよね、だからこの藤沢選手ってのはやっぱり試合に出てる時間も長いんじゃないかなっていう気はしますけどね、うん、そういう意味でちょっと、山梨学院の、試合ボックススコアを見てみるんですけど、うん、藤沢選手は、はいきなり初っ端で29点取って3ポイント15分の4リバウンドも11、なんだこりゃ、うん、試合時間37分10秒でございました、リーグ戦初戦、やっぱそのぐらい出てんだよな、うん、で早稲田の三浦選手は初戦どことやった時だこれ、山梨学院とそれ当たってる時には、31点、うん、すげえ10分の5 うん、3ポイント10分の5なんですけど、うん、2ポイントも19分の7なんです、ね、でリバウンド8、うんうん、試合出場時間、30分、うん、14秒、うん、まあまあまあって感じですけどね、だからまあ両方この両選手が全試合にこうね、まあ、ある意味出れるだけ出て、うんうん、っていうところをちょっと見たかったなっていうのもありますね、うん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 、ただねジャパンですからね、やっぱそりゃジャパン優先しちゃうだろうな、そうだな、っていうのはありますね、うん、で最優秀、天香選手ですね、白鵬3年、うん、で関東賞として、東京医療保険の、スリーポイントシューターでもある岡本美優選手、大岡出身ですね、で優秀選手に、白鵬もう4年生になったんだな、三浦舞香選手、うん、でそれから池松、東京医療保険の池松美奈美選手、うん、それから筑波の朝比奈あずさ選手、うん、山梨学院の、あ、そうですね、優秀選手はそれぐらいか、うん、ではベスト5がその天香、岡本、三浦、池松、朝比奈ってことだな、うん、で得点王がその藤沢選手、うん、うん、で3ポイントも、同じく藤沢選手で70本っていう感じですかね、リバウンドが天香選手、アシストが白鵬の樋口選手、68本、
MIP が日体大の小野寺優奈選手、うん、でこのね注目あの個人技で言うとね、うん、まあその、まあ、白鵬の樋口選手もいいんですけどアシストとして、うん、MIP に選ばれた小野寺選手っていう日体大の選手なんですけど、ねうんうんうん、この選手なんかそのなんか並里選手みたいなプレイヤーなんですよね、うんうん、ちょっと男っぽいっていうプレーのパスとか、うん、そうドリブルの強さとかそのパスセンスとかがもう男性のプレイヤーっぽいんですよ。まさに並里のファンタジスタ系というか、あとはドリブルで抜いていくテクニックなんかもちょっとそのファンタジスタというかサムシティ系というかだからこの MIP 賞に選ばれるのは本当ふさわしいって感じですね。おなるほど。一回、うん、3x3 でビーフマンドットエグゼでも試合出てて、うんうんうん、ちょうど1年前ぐらいのジャパンツアーだったかな、私あの取材で行った時に、うんうん、ビーフマンドットエグゼで、うん、それこそ前田優香選手とかと一緒に出てて、うんうん、なんか一番目立ってるぐらいの勢いありましたからね。この人どっから来たんだ選手なんだろうと思ったら日体大にいるじゃんっていうことが後で分かって、ほう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 、うん、この選手ちょっと今後どうこう、だからあれですよね、前トヨタに行ってなんだっけ、イタリアの方にプレーに行った何さんでしたっけ、女性で代表にも入ってた選手、名前が出てこなくなっちゃった、なんだっけ、かっこいい選手、女性のなんだれ、名前が全然出てこへんで俺、あのトヨタにいた言わなきゃよかった、あ安間選手だ、あ安間選手、安間選手みたいな雰囲気ありますね。うんなんでこの選手は結構注目かななんて思ってますね。安間しおり選手、ああそう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 いう、うん、なんか海外でやっていけそうなアメリカの方が合ってそうな雰囲気を出してる選手というかね。セリエ A そうですね。あと個人成績はそうだな、今このポイントを言ってで3ポイントがその藤沢選手が70本なんですけど、うん、2位がですね、うん、1位70本ですよ、うん、2位38本、うわーだいぶ差あるね。早稲田の菊池選手、3位に東京両県の林真帆選手、4位に29本で江村選手と、5位に28本で東京両県の岡本美優選手が入っていると。リバウンドはまあ留学生かな、1位が224本で天川選手、うん、2位に日体大のマカヌアンバーロリアン選手147本、あ日体大女子も留学生いるんだなこれ、うん、で3位が拓殖大で、うん、ウォコマーベラスアダクビクター選手拓殖で、4位に、日本人選手、山梨学院の大黒柱藤沢選手101本、うん、藤沢選手すげえな、スリーポイントとリバウンドでランキング入るってどういうこと、すごいね、これ W 行くのかな、行くだろうな、行くでしょう、山梨学院だからなんかクインビーズとか行くのかな、うん、同じ山梨の、うん、だってすごいなこれ、だってその次が東京医療保険の地関層選手ですからね、うん、うん、留学生をしのけてってとこ、日体大のファンタジスタポイントガード、うん、小野寺選手も8位でリバウンド81で入ってますね。江村選手も72本リバウンドで10位に入ってますね。ルーズボール的リバウンドだろうね。だから多分江村選手の場合はリバウンド取ってそのまま自分でプッシュして点取っちゃうっていう、多分小野寺選手もそういうとこあるんだろうな、うん、だそういうとこで自分でも最初からボール持っていきたいっていう気持ちからリバウンドに行けちゃうなんていうのもあるのかもしれないですね。勝手な想像ですけど、うん、でアシストが1位がその樋口選手で68本、うん、白鵬大樋口選手、うんうん、この選手も多分 W 行くだろうな、うん、
もう今4年生ですしね。で、2位がアシスト、51本で小野寺優奈選手なんですよね、日本大大。スチール。うお、スチールは27本で、拓大のこのウォコマーベラス・アデク・ビクター選手。2位が拓大の狩野選手、3位に早稲田の山宮選手、4位に、筑波の田中舞葉選手、5位に21本で江村優和選手と、先週の志村選手ですね。ちなみにね、出場時間、ミニッツで31289ってなってるんだけど、これ、分かな。3万1289時間。時間じゃない、分。ちょっと分かりにくいけど、やっぱ藤沢選手が3万1289分、次に日体大の宮城選手が3万115分、小野寺選手が3位で27780分、ちょっと分で言うといまいち。だこれに江村選手やっぱ絡んでないんですよ。江村選手16位になっちゃってるから、やっぱり抜けてたのが大きいんですね。そういうことだね。ということで、まあとにかく白鵬が2連覇、ただし東京医療保険との差っていうのはそんなにない、まあその中で今度インカレですね。インカレ代々木第二であるわけですけど、まあ関西の学校とかもね、大阪人間科学大、大阪体育大が最近強いのかなとか出てきますけど、まあ多分白鵬と保健医療が準決勝で当たらない限りは決勝この2チームになるんじゃないのかなという気はしますね。関西勢は全然ダメなの？そんなことはないんじゃないですか、ね、全然というか、この日経には歯が立たないの？去年のでもインカレ見てみればわかると思うんですけど、でも確か大阪体育大とかは結構上に来てる気がするんですけどね。そう、そんな気も。大阪人間科学は今でもそんなに昔ほど強くなかったりするのかもしれないですけど、去年の女子の結果は最終日に残ってるのは愛知学生とつく、あ、愛知学生が残ってましたね。最終日、だからベスト4には来てんだな。で白鵬と89対80だったみたいなんで、準優勝のだから結構頑張ってたんだと思います。で準々決勝に大阪体育大が残ってましたね。おー、あと大阪人間科学も残ってて、準々決勝で愛知学生と大阪人間科学が当たっちゃって、68対71で、愛知学生が接戦を制したみたいな感じですね。なるほど。で大阪体育大学は去年は拓大を破ってるんですよね。一部で今年3位だった拓大を去年79対72で破ってるんですよ。関西学院が女子はベスト16ぐらいまで来てたけど、東京医療保険に70対117で負けてる。関西外国語大学も、そうですね、山梨学院100対67で負けてる。向こう側女子大も、関西対決になっちゃったんだな。大阪人間科学と対戦して64対51で大阪人間科学。なんかちょっと関西同士でなんか、関東と当たる前に関西同士で当たっちゃったりとか、そういうところで消えちゃってるチームもありますね。だから今のところ去年の結果でいうと、やっぱり大阪体育大学が一番可能性あるのかな。あと東海だと愛知学生って感じですね。インカレはなんか男子はですね、準決勝と三決と決勝は、それだけが、今までは代々木第二だったのが急に今年群馬のオープンアリーナでやるらしいんですよ。オープンハウスアリーナで。まああそこ使いたいんでしょうけどね。だけど、私はそれどうかなと思ってて、なんでかっていうと、まあいいアリーナ使ってっていう考え方はわかるんだけど、
例えば大学生だとやっぱ友達が追いに行くパターン結構多いと思うんですよね、うん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 、で代々木第2だったら行きやすいじゃないですか、うん、群馬のオープンアリーナなんて行くだけで往復で多分 4,5,000 ぐらいかかっちゃって、しかも駅から歩いて行けないし、うんうん、なんか送迎バスでも出してくれるならいいけど、そんなの多分学生の大会で出さないだろうしってことで、うんうんうん、私は会場が寒いことになるんじゃないかなっていう気がしてならないですけどね、うんうんうん、まあ、これは男子の方で、で女子の方は今回全部代々木っぽいから、うん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 、なるほど。あ、ネットが切れてる。もしもーし。まあ男子ももちろん。あ、今ね、ちょっとネット途切れてました。はい、申し訳ない。え？なぜかネットが途切れてました。あ、そうなんですか。どこまで入ってんだろう。わ、うん、かんない。まあ、重要な話はしてないんで大丈夫。女子はなんとかって言ってた。女子は？会場の話。ああ、女子はずっと代々木第二ですね。ああ。インク。あれは、うんうん、代々木第2とあとあれかな、代々木第2じゃないのか、大田区倉庫が多いのかな、インカレ。男子は雪大丈夫なの？え、雪？雪。雪は全然大丈夫じゃないですか。ああ、大丈夫やったんだ。あ、群馬の、群馬の、太田市なんで。太田市。太田市。うん、多分ね、それはね、問題ないと思いますね。スケジュールが。12月3日から11、9日か。ああ、そうだ。12月3日から11だ。うん。だから10日と11だけ群馬のオープンアリーナで男子は。うん。女子は多分、あんまり関係ない。まあ今まで通りなのかなと。大田区総合と代々木で2会場でやるみたいなイメージかなと思いますね。はい。去年私決勝見に行ったんで、今年も行けたら行こうかなとは思いますけど。いうとこですね。なるほど、ありがとうございます。はい、うん、ここでバスケトークラジオお膝元の兵庫県なんですけど、はい、明日12月3日金曜日グリーンアリーナで、ま、13時からなんですけど、うん、男子の注目カードを育英 VS 関学っていうとこやってますんで、おもし来れる人はバスケファン応援されてはいかがでしょうかということを宣伝しておきます。楽しみですね。じゃあすぐこれ流さないと。そうですね、終わっちゃってから聞いてもってる。そうですね。なりますかね。うん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 、はい、すぐ私もで、あと今年の報徳さんもどんなんなんでしょうね、気になりますね。あー、そうですね、インターハイ予選の動画かなんか私見ましたけどね、そのインクエントやってるところは、うん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 、うん、実際インターハイだって3回くらい、2回か3回勝ってますよね。そうですよ、うん、全国最近突き破っていってるんだよね。だからそんなにクリエイティブ使わなくちゃないと思うんだけど、なんかそこで全国大会で 2,3 回勝ってるっていうのはちょっと大きいな、経験、経験的にね、うん、確かに、うん、ですね。いや、まあ楽しみしておきましょう。で、はい、ちょっと頑張って詰めて収録したいなってスタ、我々スタッフも思ってますんで、はい、ぜひぜひ、聞いてくださいねというところで。お願いします。で、今度私ね、はい、見に行ってきますんで、まあこの週ってそれを、あ、それ見に行ってきます。だから週明日、週末あたりにちょっとその辺話できたらなと思っております。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんも626回目バスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは隊長とモン吉でございました。 See you next time. バイバイ。バイバイ。